GG。 はい、世界大戦はこの国が攻めてこうなりました。毎日学校に行って帰って遊んでの繰り返し、刺激がないとこうもつまらないのか。そして正義の反対は正義だから戦争は複雑なんですね。おいやらすけ、ちゃんと授業を聞け。歴史の話は興味ないです。未来のゲームの話とかそういうのは僕は聞きたいんですよ。過去の話なんかしても意味ないじゃないですか。お前、うわ、地震だ。君大丈夫？全然危ないから行くよ。ヤナちゃん、大丈夫だった？うん、この子入れてもいいかな。チカン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 。何のこと？それより、大変なことになってるわ。何者かに地球が攻撃されています。テロの可能性が高いため、皆さん、地球避難してください。なんだか物騒ね。ヤナちゃんは私が守るからね。それよりご飯にしましょう。チカン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 。や、ヤネちゃん、なんだかスイッチが宙に浮いてるわよ。いけいけいけ。ん？エイリアンのこと見えないの？全然見えないわよ。どうなってんの？速報です。小学生総動員令が発動されました。現在宇宙人からの攻撃で地球が滅亡しそうです。宇宙人は小学生にしか見えないことが分かりました。小学生の皆さん、地球のために戦ってください。じゃあじゃあ、はぁ、あ、小学生のやなすけくんだね。今すぐ戦場に来てもらおう。うちのやなちゃんは行かせないわ。国の命令だ。逆らわないとダメだぞ。よし、行くぞ。やなちゃん。やばいよ、やなすけ。やめろ、お前。違う。お母さん、もうダメだ。どうしたゲータ。うんち漏らしちゃった。ヤネスケあげる。来たら、もうやめろよ。ビララー、ビララ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 。うんちは効くのか。聞いた、うんちをたくさん出せ。え、もう出ないよ。いいから出せ。もっとだ。ほら、出せ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 。やめつけやった。うんちたくさん、うんちたくさん。聞いた。お前の命無駄にはしない。おや、ピラー、お前ら絶対に許さない。うわー、チカ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 チンカ。お前、まさかこいつの家族なのか。チカチカ。どうすりゃいいんだよ。僕は盆栽小学生キータ。僕のお母さんはいつも優しいんだけど。ヒヒヒヒ。あ、まあ、金のうんちじゃない。きっと幸運をもたらすから大事にしなね。うん。最近はすごく怖いんだ。くそ、なんだよ。こんじりさん、何してんだい。あ、おばあちゃん、すいません。そんなんだとキータくんもうちの息子のスキズキンもかわいそうだよ。はい。おばあちゃん。キータくん、ごめんね、あんなお母さんでね。あ、キータのお母さん。ママ。何を元でスイッチしてるの。ごめん、ヤネスケ。スペアあるから大丈夫だよ。なんだ、言ってくれよ。しかし、なんか様子がおかしかったな。
これさっき出た金のうんち運気が上がるって。うるさい、黙ってて。ポンジュリさん、キータ君に当たるなんて母親失格だね。はい、すいませんでした。キータ君、あんなお母さんでかわいそうに。おばあちゃん。花ビスカス。最近元気ないけどどうしたの？なんか最近お母さんが変なんだ。そっか。そしたら何とかしてあげようか。え、いいの？うん。なるほどな。ほらお母さん、キータの家に行くよ。は？今私忙しいの。ほら、ついてこい。やっぱりレノアが一番ね。ほら、ついてこい。やびしょび、やびしょび、やびしょび。あんたね、いい加減にしなさいよ。なんで今日の晩ご飯が用意できないのよ。はい、冷蔵庫から唐揚げがなくなっていて。僕はおにぎりは好きなんだな。そんなことあるわけないでしょ。すいません。キイコさん、ヤネスケくん、行け。キャビーン、キャビーン、キャビーン。コンジュリさん、おばあちゃんに嫌がらせを受けておかしくなってるんだろ。え、じゃあ二人で対決すればいいんだよ。真っ向勝負で言いたいこと言いなよ。相撲で勝負だ。私に勝てると思ってるの、この汚らしいこぎつれが。望むところです。はっきょーい、残った。キラーキラー。私は初めての子育てでわからないことだらけだけど頑張ってます。いつも悪いところばかり指摘されて、なんでそんなひどいことするんですか。あ、私だって。お母さん、自信がなかったから人に対して当たりが強くなっちゃったのかな。まあよかった、行くよお母さん。ダビダビダビ。はい、じゃあ今日はおじさん公務について勉強しましょう。で、今日は疲れちゃったのかな。で、この顔文字がポイントですね。この公文を使うと嫌われます。授業中に変な文字ってのはダメだ。今すぐ廊下に立っとけ。じゃあ先生が廊下に立ってくださいね。いやー、廊下に立つっていうのは廊下しちゃってきつくて、ここは一つ許してくれないだろうか。なっちゃってー、なっちゃってー。はい、はい、なんですって。了解しました。なんつって、何でした。ヤネスケのお母さんが倒れたそうだ。今すぐ行ってこい。は、はい。お母さん、お母さん。心配しなくていいよ、お母さんは俺たちが必ず助ける。うん、どうぞ。よし、お母さんは泥酔した上で大量の異物を飲み込んで呼吸ができていない状態だ。すぐに鬱を取り出すぞ。おりゃ、
おじゃおじゃおじゃおあよし取り出したぞ。まだまだ取り出すぞ。はい、よっしゃ取り出したぞ。やったやったやった。あれ、まだまだ異物がたくさんあるぞ。おかしいな。おい、落とし